皆さんこんにちは。おさチャンネル、本日はこれいいブリがね、手に入ったんですよ。ちょっとブリがよそとちゃうよ。よそのブリいっぺん食べたらいい。よそのブリをライフでブリ買って食べてみ。違いますか。うん、まあ、刺身でめえでも焼いてめえでも、あ、そのどういう点かな。フライパン言うてもはい、いろいろあるやろ。そうですね、ブリ言うてもいろいろある。ああ、なるほどね。プロ野球選手言うてもいろいろある。はいはいはい、育成から大谷みたいなのが、両方プロ野球選手。はいはい、じゃあここのブリは例えて言うなら、このブリどうやろうね。このブリね、一流やね、一流やね、一流やね、一流ですか。ありがとうございます。了解です。建物は三流やけど、シナモンは一流やね。なるほど。食べたら分かると思うやん。もう断然美味しいですね、何食べても。ということで、今日は超豪華海鮮丼を作っていきたいと思います。それじゃあ酢飯を炊いていきたいと思います。お米2合に対して今同量の水が入っていて、10分間給水させてある状況です。お酢に負けないいいお鍋を使うと寿司飯がめちゃくちゃ楽ちん。ご飯の中にお酢、お砂糖、お酒が少々、お塩も一つまみ、あとは蓋をして中火で OK です。ご飯2合に対してはお酢もお砂糖もこの 75ml 入るセニアカップ1杯ずつですから、測る必要もありませんよ。さばいていく。切ったこれももったいないので、こちらはお汁にでもしましょうかね。さあ、それではお鍋が沸騰してきましたので、あとは弱火にして、こっからご飯と一緒12分です。お湯が沸きましたら、こちらのだしパックを一つ入れまして、先ほどのこれブリをダダダダダッと入れていきましょう。それではもう一度沸騰して、ブリもいい色になってます。ここで最後ちょっとわかめを入れて、たっぷりのおネギを投入しましたら、最後は火を止めてお味噌を溶いたら完成です。それでは12分経ちましたので、ご飯開けてみたいと思います。じゃーん、見てください。寿司ご飯っていうのはできた時にちょっとあれべちゃっとしてるかなっていうぐらいでちょうどいいので、白っぽいご飯よりは水っぽい仕上がりがバッチリのサインです。ちょっと下見ていきますと、つるっと取れる、これはいい感じですよ。お酢ごと炊いてるんですけど、すっごいいい匂いがするんですよ。酢が抜けてません。このご飯をこれスチーマーに移すことによって蒸気が抜けていい感じになってきます。あとはこのまま冷まして、熱が取れたら丼によそっていきますよ。さあ、いよいよ寿司ご飯も冷めてくれました。ここに今日の主役、ドーン、このブリを乗せていきます。いただきたいと思います。うまし。
海鮮丼もお家でやってほしいんですが、今日の一気に炊ける寿司飯、手巻き寿司にも最高ですからね。外で食べるよりお家です。うん。はるばる徳島から海を渡って大阪に来た甲斐がありましたが、交通費払ってまででも食べる価値があります。この海鮮丼は。大沢さん、今日もいい料理ありがとう。